こんにちは、古澤克俊です。僕はですね、この後ろに見える相模湖をホームにして、まあここからね約5分ぐらいのところに住んでて、まあここでガイドやったりとかですね、あと毎日ライブ配信なんかもやってます。でまあ相模湖に毎日出てるんですけど、やっぱりね相模湖で今一番皆さんに覚えてもらいたいルアーがこのねチャターベイトって言われてるこやつ。今年ね2020年相模湖ですごい毎月6丸を超えるねバスがキャッチされてるんです。僕も本当に7月8月で、まあ9月で55センチを超えるバスの3本釣ってるんですよ。そのうちの2本がこれです。でやっぱりねチャターベイトタックルが非常に大事なんですけど、あとやっぱ相模湖ね非常にチャターベイトが向くんですよ。特にねこれからの台風シーズンも向けてどんどん水の量が変わったりするじゃないですか、雨降ったりで、そういう時に非常に効果的なルアーなんですよ。で実はこれがね結構ね、まあルアー自体も大事なんですけど、やっぱタックルもすごい大事で、で僕が使ってる竿がこれなんですね。これ実はねこのもうねワイルドサイドの WSC の 69MH、 これフロックスペシャルっていうね、もともとはそのフロックを使うために開発された竿なんですけど、この竿が巻き物に非常にいいんですよ。こう多分ね、まあ全体的にやっぱ曲がる竿なんで、まあキャストフィーリングとかもすごく大事にしてるっていうのはあるんですよ。ただしねそれだけではなくて、やっぱりねパワーがすごくあるんですよ。この現状これ結構大きいじゃないですか、こんな大きいチャターベイトを僕使ってるんです。これもうねトレーラーも5インチあるぐらい、もうでも来る魚がでかいんで、やっぱりこのぐらいのルアーでも OK なんですよ。でなおかつやっぱりバットのパワーがすごいあって、でも何投してても疲れない、投げやすい竿が良くて、それがね非常にどれになるとこれになるっていうのがあって、僕はこのフロック用の竿をあえてチャターベイトに使ってるんです。実はねこれ重たいスピナーベイトとかでもすごい良くて、巻物の竿なんじゃないかっていうね、フロックじゃなくて巻物の竿でもいいぐらいっていうプロモーションしてもいいぐらいの竿なんで、まあこれからね多分相模湖ぶっちゃけ1年中チャターベイト釣れます。なのでやっぱりもう相模湖に来るんであれば、今後本当に皆さんねチャターベイトをぜひ使ってもらいたいんだけど、なのでチャターベイトのタックルは絶対ボートに積んだ方がいいと思います。その中でも特におすすめなのがこの 69MH、 そのフロック用の竿なんですけど、フロックも使えるけどこういうチャターベイトに非常に向いてるんで、ぜひ1本常備することをおすすめします。